しんちゃお、どうも覆面トレーナーイサムです。今回は全身をね、一気に鍛えていくものをご紹介しようと思います。腕立て伏せ、腹筋、スクワット、背中のトレーニングとこうね、ザーッと一気にやっていくようなものになっておりますので、なんか部分やるのめんどくさいなとか、いろんなものやりたくないなという方は一気にね、こう流してやれると思うので、すごくおすすめなものになってます。で、これは人狼体操、こちらでね、実際やったものになってます。この人狼体操っていうのは、今回はですね、総合格闘家の杉山静香選手、それから作曲家の古さん、俳優の大孫大家さんと、いろんな職業の方がね、参加してくださっているトレーニング番組になってます。我こそはっていう方もしいたら、ぜひご連絡ください。ということで、これからね、流れでやっていきますので、ぜひ一緒に試してください。あ、そうだ。この人狼体操っていうのが、人狼ゲームをやる前に、できるトレーニングっていうのをコンセプトとしているので、この人狼ゲームっていうのが椅子に座ってやるゲームなんですよね。なので椅子だけ、ご用意ください。それではやってみましょう。さあ、それではね、椅子をご用意ください。あんまり高くないものだとベストです。まあ台とかでも全然 OK です。このままですね、足を開いた状態で手をつきます。はい、このまま下にグググググッと下げてくる。脇は締めます。このまま上に上げる。二の腕の裏側ですね。グッグッグッ、これだけです。これがきつい方は足を近づけてください。足を近づけるとちょっと余裕ができます。はい、これが、ノーマルハード、ちょっとねきつくなる場合は、ここからですね、ちょっとジャンプです。一回ジャンプして、この下がってくると同時に腕を曲げていきます。そして下がると同時に腕を曲げる。グッ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 。はい、それでは10回やっていきましょう。あと5回ちょっとハードモードでいきます。グッグッ、トントン。はい、OK です。さあ、こんな感じでね、ここの裏側がきつくなってきてれば OK です。さあ、次ね、腹筋やっていきましょう。さあ、それではいきましょう。はい、それではやっていきます。まずはこの椅子をね、また使うんですね。ここに椅子を置いたら、この椅子が動かないようにここに足を絡めます。はい、この膝の裏で手前の柱を掴んで、後ろの足首部分で固定する。はい、このままですね、手はまっすぐ上、まっすぐ上、このまま手を伸ばしたまま上げてきて、ここの椅子の上を叩く、上を叩く、叩く。はい、ハードモード。ハードモードはここのまま椅子をこういう状態で、今度はこのまま上に上がってこう叩きます。グッドン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 。はい、こんな感じ。それではいきましょう。さあ、あと5回ハードいきます。よいしょ。さあ、次です。次はスクワットなんですけれども、今回はジャンピングスクワットをやっていきます。足をね、広めに開いたらそのまま曲げていきます。曲げてきて、そのままジャンプ、曲げてきてジャンプ、曲げてジャンプ、曲げてジャンプ。はい、ハードモードになるとすごいきついんですけれども、曲げて伸びた時にもう膝を引き上げる、グッと抱えます。こうなったらトン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 。はい、ちょっとだけきつい、ぜひやってみてください。それではノーマルモードをね5回やって、ハードモードを5回やります。いきましょう。背中まっすぐです。はい、OK です。さあラストは背中です。背中のまずやり方をね説明します。これは、ノーマルハードないのでみんな同じものをやります。手を横に開いたらグーにして、グーは縦です。このまま肩甲骨をグッと寄せる。はい、寄せたらそのまま上にグググググッと持っていきます。はい、この時の注意ポイント、耳よりも必ず後ろに手があることですね。はい、肘が曲がらないようにピンと伸ばします。グッグッ、寄せて寄せて寄せて寄せるです。はい、それではこれの10回やっていきましょう。1往復で10回。はい、どうでしたでしょうか。最初の腕立て伏せで二の腕の裏側、それから腹筋でねお腹、ジャンピングスクワットで足、最後に背中のトレーニングをね、一連でやってきました。この動画では結構ね説明を入れているので休み休みではあるんですけど、この人狼体操本編ではね、ざーっと流れで、やっているので、ぜひ動きを覚えたら本編をね見ていただければと思います。はい、ということで今回は一気にね全身を鍛えていくトレーニング法をお伝えしました。良かったなと思っていただいた方はぜひチャンネル登録の方もしていただけると、励みになります。はい、これからもまあトレーニング動画をね、時間を見つけて撮っていこうと思っておりますので、ぜひ一緒にこれからトレーニングをしていきましょう。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。